では両チームのラインナップです。まずはホームチームジェフユナイテッド千葉です。 4-2-3-1 のシステムを予想しました。ゴールキーパー藤田和樹です。最終ライン4枚、高橋一生、久保庭亮太、鈴木大輔、日高勝、ダブルボランチ、今日は品田真奈斗と7試合ぶりスタメンに戻ってきました田口大志のコンビです。2列目田中和樹、横山昭之、椿直樹、ワントップ小森陽彩です。一方のブラウブリッツ秋田です。こちらは 4-4-2 の予想です。ゴールキーパー加古井健太郎、最終ライン村松光太、岡崎良平、2試合ぶりスタメン、小柳達志、八塚浩二、ダブルボランチ諸岡弘人と小野原和也、右のサイドハーフ畑純喜、左に佐藤大輝、ツートップが小松蓮と梶谷幸人です。椿の後ろ田口のサポート、下げて日高、横山が背後を狙ってます。ボールが出る、横山折り返す、枠を捉えることはできませんでした小森です。内側に絞っている高橋、スルーパス、田中が抜け出す、折り返す、小森届きませんでした。ここもうまく背後を取りました千葉。後ろにボールが下がると秋田も一気にラインを上げます。そして背後を狙う、横山から田中へ、中小森、椿も呼んでる、小森だ、手前でよく足出しました。岡崎ですか、はい、秋田にとっては非常に大きな武器です。梶谷が競り勝つ、まだクリアできない、シュートだー、強烈なシュートを打ってきました八塚です。いや際どかったですね八塚。サイドチェンジ、右サイドのスペース、これが田中和樹に渡る、中へ、もう大丈夫ですかね田中和樹。田中和樹と八塚のところで接触がありまして、そこのファールを取ったようです。ああ、そしてイエローカードが出ました。八塚2枚目で退場です。後半開始早々一人少なくなります秋田。ここで受けて品田から柔らかいボールです。ファーサイド鈴木が競って折り返し、飛び込みました。最後は田口か、ついに均衡を破れました。66分先制点、ホームのジェフユナイテッド千葉、7試合ぶりスタメン田口、今シーズンの初ゴール。小森もねあそこにしっかり詰めて、あとは田口もね最後一番大事なポイントを見逃さない、割とそのおっしゃる通り綺麗なゴールではないかもしれないですけど、非常にいいゴールだったと思います。はい、そして右サイド岡庭です。クロス、アーリークロス、ヘディング、かっこいいです。畳みかけます千葉。高橋のクロス、ウィング、田口ぴったりと合いました。いやー完璧なクロスと完璧なヘディングでしたけどね、ちょっと飛んだコースがね正面でしたね、ゴールキーパーの。斉藤のスローイン、青木胸コントロール、セカンドボール拾った大石、残した左足シュート、ここで同点に追いつきました。ブラウブリッツ秋田、途中出場の半田光也、いやー監督采配ズバリですね。大石立てつけます、青木翔太、もう一度大石、大石のリターン、こぼれた、青木のシュート、ブロック、あっと PK か、いやハンドで外でしょうか、
肘のあたりですか。PK ですね。止めた。藤田止めました。中央飛び込んだ。斉藤隆二逆転ブラブリッツが来た。いやーすごいゲームですね。ここでゲームが終わりました。激闘を制したのはブラウブリッツ秋田。一人少ない劣勢の中でまさに秋田一体チーム一丸となって難敵千葉相手にアウェーの地で大きな3ポイント獲得しました。